お待たせ、ひまりちゃん。ご注文の紅茶どうぞ。いい香り。ありがとう、つぐ。あれ、携帯で写真を見てたの？うん、こないだのイブちゃんパーティーの写真だよ。ハンネちゃん、すっごく綺麗だったよね。うん、モデルさんみたいだったね。髪の色が綺麗で、すっごく似合ってたよ。私もあんな風になれたらって憧れちゃうな。あ、そうだ、いいこと思いついた。どうしたの？私もハンネちゃんみたいな色の髪にする。え、それってどういうこと？だから髪の毛の色変えちゃおっかなって言ったの。少しでもハンネちゃんみたいに素敵になりたいし。でもいきなり髪の色を変えたらみんなびっくりすると思うよ。というかちょっとやりすぎなんじゃないかな。そんなことないよ、これくらい普通だってば。よし、そうと決まったら早速美容院予約しようっと。待って、ここは私が止めなくちゃ。でもどうしよう。聞いて、ひまりちゃん。そんなことしなくてもひまりちゃんは素敵だと思うの。え、素敵？うん、ひまりちゃんは明るくてとっても頼りになるし、周りのみんなに気配りを忘れないし、すごいと思うよ。そっかな。でもそう言ってもらえるのは嬉しいかも。ひまりちゃんにはたくさんいいところがあるんだから、誰かを真似する必要なんてないんじゃないかな。今のままのひまりちゃんが一番だよ、きっと。そっか、それもそうだね。うん、すぐの言う通り、自分らしく素敵になるのが一番だよね。うん、そうだよ。ありがとう。やっぱり髪の色を変えるのはやめる。思いとどまってくれてよかった。え、なんか言った？何も言ってないよ。そうならいいけど。よーし、じゃあ自分らしくケーキでも食べちゃおっかな。おもー、やっぱちょっと買いすぎちゃったかな。でも失敗するかもしれないし、念のため。ちょっと買い物しすぎちゃって。それで何してるんですか？うん、私は見ての通り食材を買い終わって帰るところですよ。え、これをどうするかですか？料理するに決まってるじゃないですか。そうそう、手料理、女子力ですよ、女子力。っていうのはまあ嘘じゃないんですけど、実はこの前イブちゃんたちとコムパをしまして、そこでリサ先輩のレシピ通りに作った料理がもうはちゃめちゃに美味しくって、これは自分でも作るしかないって思ったんですよ。和食なんですけど、シンプルな中にコクがある感じで、三つ星レストランのシェフもびっくり的な、それは言い過ぎですけど、とにかくコムパに来ていたイブちゃんのフィンランドの友達にもすっごく好評で。あれ、もしかして食べたいですか？じゃあ美味しくできたらお裾分けしますよ。楽しみにしててくださいね。